大阪大学大阪大学タンパク質研究所大阪大学タンパク質研究所は大阪大学の淵研究所でタンパク質の構造と機能の基礎的研究を行い様々な生命の機能、を秩序、形成をタンパク質科学の立場から解明していくことを目的とする研究所である1958年設立共同利用 共同研究拠点に指定されている。大阪大学は当初医学部と理学部で開学し、第二次大戦以前からタンパク質の研究が盛んであった。タンパク質の存在様式は多様であり、それが関わる生命現象も多岐にわたっている。科学、生物学、物理学、医学にわたるタンパク質の研究は戦後、世界的に急速な進展を見せ始め、 タンパク質研究を効率的に発展させていくためには、異分野の研究者が協力して集中的に研究を進めていくことが不可欠であり、それにふさわしい施設と全国の研究者との交流、討論の場が必要であるとのことから、学内にタンパク質研究の総合センターを設置する必要があるとの機運が高まった。そこで、 赤堀白郎理学部教授を中心に設立計画が練られ、大阪大学は1955年にタンパク質研究所の設置を文部省に要求し、翌年に理学部付属施設としてタンパク質研究施設の設置が認められた。他方、1956年の日本。 学術会議総会において全国の研究者の共同利用の場としてタンパク質の研究施設を設立する必要があるとの決議がなされた。翌年国立大学研究所協議会はこの種の施設を大学府地の共同利用研究所として大阪大学に設置することが適当であるとの結論に達した。このような動向を背景として大阪大学タンパク質研究所は 1958年4月1日に全国共同利用研究所として発足し、赤堀志郎教授が初代所長に任命された。設立当初から全国の多くの科学、生物学、物理学、医学の研究者が集まり、研究所の施設、装置や研究のノウハウを共有して、研究を行うことができる全国共同利用研究所として活動してきた。 その間、創設から半世紀の間に、タンパク質に関する科学は著しく進歩した。一次構造から工事構造までを解析する手法が飛躍的に進歩し、タンパク質分子、超分子複合体の構造が次々と明らかにされている。遺伝子操作や科学合成法の進展によって、タンパク質を大量にかつ人為的に合成。 改変することも可能となってきた。本研究所はこれらの発展に寄与すると同時に、その手法を駆使して、タンパク質の機能を分子及び原子レベルで見る研究、すなわち遺伝子の発現制御、細胞内外の情報伝達、生体エネルギー変換等の仕組みを解き明かす研究を進めている。今後は、ゲノム塩基配列に示される生命の設計図から、 どのようにして生命が創造されていくのかを、タンパク質科学の立場から明らかにしていく。そのために、膜タンパク質、遺伝子制御タンパク質を中心とした、超分子システムの構造と機能の研究を通して、生命秩序形成のメカニズムを明らかにしていく必要がある。現在、本研究所は4研究部門12研究室と1、 センター8研究室からなる体制をとっている。2010年4月から共同利用、共同研究拠点に指定されている。21世紀 CEOE プログラムでは、細胞長分子装置の作動原理の解明と再構成が採択され、研究拠点として機能している。ありがとうございます。